はい、マッチングしました。縄張りバトルです。今日はですね、スプラトゥーン2を持ってないみんなにちょっとした情報があります。3月にスプラトゥーン2を1週間無料で遊べるキャンペーンっていうのが、任天堂公式さんから行われるみたいなんですけども、まあ、今回のその、キャンペーンは、今まで前夜祭とかだと、レギュラーマッチしかできなかったんですけども、ガチマッチ、サーモンラン、リーグマッチ、すべて遊べるみたいです。なので持ってない人はね、ぜひダウンロードしてください。この動画見てる人で、もしスプラトゥーン持ってなくてさ、好きな人とか結構いるじゃないですか。で、任天堂スイッチも持ってて、スプラトゥーン2だけ持ってないでも買うの迷ってるなって人向けに、任天堂さんがね、しっかりね、おー、めっちゃ倒したんだけど。めっちゃ倒した。はい、任天堂さん公式がしっかりと、なんかそういうキャンペーンをしていただいたので、まあ、無料なんでね、遊んでくれたらいいなと思います。僕もスプラトゥーン2をやってる身からしたら、このゲーム一回は体験してもいいと思うんですよ。はい。あ、抜けちゃった。これ倒したい。ちょっとこれ倒してくれ、誰か。倒してくれ、あ、帰ってきた。帰ってきたら嬉しいな。よし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 。まあ、そういうことで、はい、そういうことですね。で、ガチマッチとか、レギュラーマッチもそうなんですけど、うわぁ、危ない！やめて！お、なんか倒してる。あ、そう、これ、リーグマッチもできるらしいんだ。だから、友達で持ってる人いたら一緒にね、自分はカセットなくてもできるっていう。結構すごくない？あと、データの引き継ぎができるらしいから、なんだろう、初期アカウントみたいな感じでできるらしい。うん。これはね、3月の、日にちはまだ未定なんですけども、3月って言われてるので、ちょっと待ちましょう。はい。ちなみに、昨日、任天堂の大会が、東会議っていう大会がね、行われて、そこで、公式に発表されたことなので、リークとかじゃないので、楽しみにしてましょう。なんか、お風呂強くね？ここでなんか、転がしてるだけでいいんだけど。あれもさ、結局はさ、こうやってボム吐いてさ、炙り出してさ、弾で倒した方が強くない？あ、強い。ここのキープ強いね。武器とかどうなんだろうね。全部あるのかな？製品版。製品版じゃ体験版か。お風呂とかあんのかな？ぜひお風呂使ってみてください。今僕が使ってる武器なんだけど、これね、ただね、転がしてるだけで敵倒せるか楽しい。あー、倒せなかった。倒した。イエーイ。本当にね、買ってください。はい。